相エバ高村、アエバ高村から1922年6月20日は、明治時代の小説家で、演劇評論家。ネギ主派の重鎮。本名は、相エバ三郎、別号、竹野屋主人とも称す。下屋流線寺町生まれにちなんで、流線小寺。その縁で、大野阿古寺。南出町二丁目に住んで、南田にとも。 日本人として初めて、エドガー・アーラン・ポーの作品を翻訳した人物としても知られる。ほぼ独学ではあるが、和漢学に造形が深く徘徊の道にも明るかった。作家としては、下作者世代と、坪内逍遥、高田ーヨらしん時代の作家たちとの過渡期に位置づけられる。高村は、この時期の代表的な作家の一人と見られており、高田ダ・ロは、アエワ・コーと、須藤・南水が、 明治20年前後の二分制、当時の小説団の二巨星であったと知るし、エミ水委員は高村南な大関時代としたという。高村は、読売新聞に編集記者として執筆していたが、1886年1月、前年に、小説真髄と統制書生記出を世に出していた、坪内逍遥と知り合い、3から5月、読売新聞に、長編。 当世商人記述を連載。これは、人情の機微を奪った平明軽妙な文章で、商人という職業身分の類型を三つの説話に描いたもので、高村の出世作とされる。気候文でも、奈良島隆北と並んで、明治初期二十年頃の時期における代表的書き手で、根岸首の友人たちとの旅の気候文などを新聞に連載した。明治二十年代以降、高田露伴、 尾崎紅葉など、後進の小説家が新時代の小説を世に出すようになり、高村は著作活動の比重を、劇表や江戸文学研究に移していく。後年は、竹野屋主人の名で、朝日新聞に劇表を連載。高村は1886年、下屋根岸に今日構え、付き合いのあった作家たちともども、根岸党と呼ばれるようになった。当時交友のあった人々には、劇通。 高堂徳地、画家、高橋王信、高橋大化岡倉天心、画家、川崎千虎、森田四県、中井金城など、宮崎三昧高田露伴、陸活南、須藤南水も、根岸等と目されていた。高村は彼らと酒を組み交わして観断し、また共に旅を楽しんで気候文を残した。1855年、江戸下や流泉寺町に、 相場友の父の逸豆をとして生まれる。先祖は、大海の医者の家。父の代で、東京に出て、呉服屋を開いたが、高村誕生当時の家業は七夜。生まれた年の10月2日に起きた、安静の大地震で母を失う。その際、赤ん坊であった高村を助けたのが、近くの竹村氏であり、それにちなんで、後に、高村、竹の屋の号を用いることにしたという。 本人は、自伝的短文で、竹村なにぼう方に里にやられ父を飲みたる母の恩を忘れぬためなりと書いている。十一歳から十五歳まで、日本橋新材木町の箱根屋という七屋に奉公に預けられたが、女性、山田製作の聞き書きによれば、主人に愛されてか資本は読み放題、感激の常ともを受けたまわったりという状態で、高村の劇や徘徊に関する収容や、 遊芸内史下流会に関する知識はこのデッチ冒行時代に養われたものであるという。1869年15歳で聖火に戻り、兄友の基地の下で家業を手伝う。1874年19歳で必修者に入社し、構成を担当。1876年入社した高畑乱戦に引き立てられ読売新聞の編集記者となり、市場に 様々な文を発表し、やがて、岡本紀仙、古川海来と共に、文断三祭祀と称されるようになる。1886年1月に、坪内逍遥と知り合う。この頃、根岸御五伝に転居。3月23日から5月20日、読売新聞に、長編、統制承認記述を連載。同年に長編、人の噂、1887年。 王のの本案、西洋怪談黒猫、ルルーモルグの人殺し、1889年短編、両や他、著述多数を発表。1889年7月5日から1890年12月30日にかけて著述全集ともいえる小説村竹20巻を春陽堂から出版。1889年東京朝日新聞に移る。 入社直後から1922年まで竹の野主人の名で朝日新聞に劇評を執筆する。1892年には東京専門学校で近松門左門を講じている。1919年東京朝日新聞社客員。1922年脳の障害のため死去。漢文院、高村清施設孤児。本郷駒込染井墓地に眠る。 植田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名治天第五飯株式会社三制度、2009年3ページ。柳大済は、徘徊の教養が基礎となっていると評した。高田、稲垣、作品解説。畑、中村、相葉三村武清、柿春天。ありがとうございます。